こんにちは皆さん。なぜ全員がデンジャラスクロスウォークくんかと言いますと、ココアートチャンネルで最近癒しの動画を出してまして、その動画を撮影してる流れでもう大好きになったクリエイターさんのところに、もう誰が誰かわからないですけれども、あちらがケンさんです。はい、ケンさん回ってください。くるくると回ってるのがケンさんです。飛ぶか回るかしてください。はい、はい、今回ってるのがケンさんです。そして真ん中が大広さんです。こちらが大広さん、今飛んでるのが大広さん。これが私ちょっと分かりにくいので、皆さん着替えてください。ここは赤毛のワンで、はい、ここは赤毛のワンで、はい、ここは赤毛のワンな感じで、どっちかって言ったらトムソーヤな感じのワールドに来ました。この赤毛のワンはないですけど、ケンさんは何でもいいよ。全員私が赤毛のワンで、ケンさん何でもいいよ。ケンさんのこの赤毛のワンはよかったら、このデンジャラスくんも赤毛のワンもブースで無料配布してるので、あのデンジャラスくんはサンプルは無料ですけども、正規品は1200円で、赤毛のワンは正規品無料で配布しておりますので、お好きに改変なさってください。じゃあ今回この3人で行きますのは、大好きなクリエイターさんで古き良きアメリカを得意とするクリエイターさんのワールドを見ていきたいと思います。パブリックアバター、みんな、え、これ公式なの？こんなのも加わったの？今回公式です。新しい、うん、新しい公式アバターです。新しい公式アバター、ケンさん来ております。じゃあ行きます。これは何ですか？え、何これ？船、船、大広さんは公式の猫です。船、船、すごい。なんかさ、これがちょっと、これはキャプスさんだね。ちょっとこの全貌を皆さんにご覧いただきたいので、全貌をご覧いただきたいので、じゃあここでこれ乗って、全貌をあのドローンカメラで見て皆さん。おー、すげえ。はーい、カメラもついてきてるから、うん、まるで船が止まってるように見えますけれども、ゆっくりと動いて、大きな川を、なんかこの船で見たら、私この船を見たらトム・ソーヤの冒険を思い出すんですけど、背景の方動かしてるんです。トム・ソーヤの冒険、タタ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 、歌詞忘れちゃったん。遠くへ地平線の彼方、あの橋のところで行くのかな。すごいね。わー、気持ちいい。すごいですね。めっちゃ気持ちいい。キャー、すごーい。めっちゃいい。この人すごいですね、本当に。この人すごいね。癒しの映像がもうアップされてるかどうかはわからないんですけど、あのカントリー調の古き良き、何十年代のアメリカなんだろう、あの家は。あのすごい素敵な家、何十年代、60年代アメリカ、何十年代、もっと前かな、もっと前、もっと古いじゃないですか。うん、古いアメリカ。あ、ちょっとケンさんの後ろに気球が飛んできた。すごい、あんなとこまで表現されてる。うわー、橋近づいてるね、これ。すごい、あ、ちゃんと落ちないようになってる、うん、本当に進んでますね。すごい、すごい、面白い。前からはどんな感じかご覧ください。前からはこの感じです。あ、 BGM 変わった。あ、音源の方は動画では切らせていただいて、 YouTube の何かこの感じにぴったりなものを流させていただいております。いや、すごいね、水の質感から船の感じから。すごいんだけど、この人の、この人いっぱいワールド作ってるんですけど、まだこの2つしか来たことがないので、お気に入りに全部コンプリートしたい。この人のワールドはめちゃくちゃ丁寧に緻密に作り込まれて、世界観も全部、うん、すごい。ああ、ちゃんと煙突からの煙も、す
たまに汽笛が鳴りますよ。あ、汽笛が鳴るそうですよ。 BGM だけ消したりできないのかな、効果音あだけだったらいい。そこ、そこにボリュームありますって、ミュージックボリューム。え、どこどこ、どれ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 、え、いけるの、私じゃ音楽、え、どれ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 、これでミュートすれば、うん、これでミュートでしょ。あ、皆さん、あ、どうでしょうか。私何も知らずに全部の音を切ってたんですけど、ちゃんと今音楽だけを切って水の効果音を戻しましたら、この感じ、臨場感がすごーい、すごーい、すごーい、すごい。大広さんがすごい合ってるんだけど、この猫とあの背景のグリーンと、いい感じ、すごいね。でもこの人だからこれだけでは終わらないよ、いろんなとこ入れるんじゃない、いろんなとこ。わあ、いい感じ。いや、入れない、入れない。じゃあカメラだけ、あ、じゃあカメラだけ入れてみます。入れないの、カメラは入れました。あ、入れてもいいのにね、この感じだったら。わあ、いい感じ。上に出てきました、すごい。船尾、船尾です。水車が回ってるのが見えます。水車回ってる、どれ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 、うわ、これすごい。やっぱりトム・ソーヤの冒険。はい、じゃあ、じゃあ、はい、どうぞ。はい、ケンさん、トム・ソーヤの主題歌どうぞ。この感じトム・ソーヤじゃない、ねえ、この感じトム・ソーヤじゃない、そうですね。トム・ソーヤの話ってどんな話だったっけ。トム・ソーヤの話って、もうトムっていう男の子とハックルベリーっていう友達がおって、なんかいたずらしたりなんか冒険したりするやつ。ハックルベリーはホームレスの子供だったよね、確かね。うん、確かそうそうそう、ね、あんまりよく覚えてないね。壁にペンキ塗る話ぐらいしか覚えてない。壁に、あ、覚えてる覚えてる、トム・ソーヤなのでもこの船を見たらトム・ソーヤって感じがすごいする。うん、まあ、やっぱドローンカメラで見るとこの迫力。皆さんぜひこのワールド来たらドローンカメラで見てください。どんな風になってるのか、ぜひドローンカメラ起動させて見てみて。すごい、外からの雰囲気すごいいいよ。わー、すごい。うわ、ドローンカメラで見ると風車の感じがすごい、ド迫力。うわー、風車がすごい。汽笛が鳴った。汽笛が鳴ってます。すごーい。気持ちいい。あ、ちょっと上がビップルームなんだ、この上が。すごーい。この椅子が、ベンチがめっちゃいい。ベンチがめっちゃいい。上がりにくい。上がりにくい。そうですね。ちょっと上がりにくい。ヨットの層。そこ入れない感じです。やっと上がれた。そこ入れない感じです。入れないですね。じゃあ皆さんだけど、あ、ここ。でも中は見えますね。操縦席だったんだ。おお。ここいいですね。すごい近づいてきた。ここからの。あ、本当です。ちょっとずつ近づいてます。すごい。あ、ここから、ここめっちゃいい。やばい。戻る。あ、どうですかね。すごいね、この作り込み。
界観、古き良きアメリカをすごいこの人愛してるんだね。でも絶対この人の時代じゃないよね。日本で言ったら昭和より前でしょ、前でしょ、大正とかでしょ、うん、トム・ソーヤの時代ってね。なんかここに金があって金があるなんかミラーって書いてある。ミラーって書いてある。鏡になるの。それあの橋はくぐらないの一向に。なんかすごい動いてる感じはあるんだけど、近づいてます。いや、ずい最初もっと遠くにあったからめっちゃ近づいてます。近づいてるよね、絶対に。私が鳴らしてるんだなんで鳴るのかと思ったらなんで鳴るんだろうと思ったら私が鳴らしてたのね。あ、ローカル。じゃあ私自分にしか聞こえてなかったの今、カンカンカンって、うん、なんだミラーローカルなの。この鐘鳴らせるんだ。皆さんいかがでしょうか鏡だ。え、鏡どういうことこの鏡。自分だけが映ってるってこと。船はそのままで。え、じゃあ橋を越えるまでの間、ケンさんと大広さんの最近驚いた話を聞きましょうか。なんかこれ驚いたよってびっくりしたってありますか。一人で会ったようでもいいです、うん、驚いた話。あ、なんかあるかな。驚いた、あ、さっきフレンド、なんていうか、男の人でなんかあの、うん、女声がめちゃめちゃ上手い人がいて、それがボイチェンで、いや、ボイチェンじゃなくてあの裏声で、あ、そうです、両生類にさっき会って、これフレンドになってます違う人、女の子と思ったら男の子だったんだ。違う人です、ね、最近でもこの世界多くない、うん、めっちゃ声自由自在に会える人多くない VR チャットの世界ってね。お結構いますね。あのどうしても リアルだとできてもなかなかなんていうか披露しづらいがないわな、うんうん、これはある。そうこれはある。そうだからリアルでもすごい人はいるけれども、隠して的だ。ちょっと橋をくぐるだけじゃなくて橋の上、汽車が、おー、すげえ、すごい、うわー、嘘でしょ。めっちゃこのレンガも作り込んで、すごい。汽車まで走るとは思わなかった。ここまで来た人じゃないとあの汽車見れないの。うん、ここまで来ないと見えなかったんだ。よかった、見て。すごい。もうないよさ。もうないね。でももうないじゃない。ケンさんの驚いた話を最近。VR チャットでもいいし、プライベートでもいいし、驚いた話はないですか。結構こんな変な人に会ったよっていう。奇跡が。変な人はいないけどね。クラスターは小学生が相変わらず多いなという感じは、ね。え、クラスター小学生多い。それちょっと聞かせてください。クラスター、こっちあんまり、ね。今日もいたね、うん。小学生はでもやっちゃいけないんじゃない。大丈夫ですか。さっき。小学生は。いや、クラスターはね、うん、あの年齢制限ないんですよ。あ、クラスター年齢制限ないんだ。へ、え
そうなんですね。ないんだけども、うん、あのクラスターのアカウントを取るために Google メールか Facebook か Twitter か、なんかそういうのまずアカウントが必要じゃないですか。はいはいはい、はい、でそういうのってね、年齢制限があって12歳でしたっけ、うん、13歳でしたっけ、12歳とか13歳で、うん、実質的には中1期とか、うん、11、実質的にはでも親が何か許して来てる子がいるってことね、うん、親のを使って、うん、だから間接的に年齢制限があるっていうことね、うん、なんだけどなかなかいっぱい小学生いるからうん、小学生が多いことに対してはどんな感じですか。一概にその否定できないというか、いい子です。それがその子のもしかしたら唯一のこうなんか救いになってるかもしれないんで、うんうん、というのはね、1時とか2時とかにこうやってる子も多いんですよ。そういう子ってまあ言ったらあんまり普通の家庭環境じゃないっていうこと、例えばシングルマザーでね、お母さん夜勤とかね、夜の仕事やってていないとか、うんうん、でもさ、なんかさ、あの家出してさ、あんまり無限にはできない。怖いところに行くぐらいだったらさ、メタバースした方がいいよ、健全だよそりゃね、あの、うん、たくさん寝ないといけないとか、もろもろのことはあったとしても別に悪いものがあるところでもないし、うん、大人多いから大人が目が届くといえば届くよね。そして実際あの私たちが本当に子供と遊んでるわけではないから犯罪ではないし、うん、少なくとも危険はないからね。危険がないからね、身に危険がつくことはないから、なんかそんな風にも使っていけばいいですね。一概にその無限にはできないなと思って、無限にする人もいるのね、うんうんうん、さ最後の受け皿、いやそりゃいますよまあまあ、うん、もうそこをブロックしたりとかね、もう全体的に否定しないで何してるのとか、どうしたのとか、大体うるさい話ぐらいを聞いてあげてほしいね、うん、つきまとってきたりとかおっぱい揉みに来たりとかいうのがまあ大体パターンなんで、うんうん、あ、そう、あの、おふざけでねそういうのが嫌な人はやっぱり、うん、ああ、うん、そうそうそう、それを教えてあげないとパートナーにダメなんだよって、この世界でダメなんだよってまあ私この前中学生の男の子にママママって言われて、ママおやすみママって言われて、はいママよって言われてね、ママだよ、どっちのママかな、夜の方かなと思うが、水商売かなと思う。ママはねなんかよく使いますね、うんうんうん、悪い気はしません。ワールド主さんとか、うんうん、あスナックのママみたいなもんなの、そういうなんかこうママっていう言い方するの、いやーなんというか、そこの管理者とかね、そういう神に近いようなその存在のことをこうママと呼ぶことがあるね。マザーみたいなもんね、マザーそう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 聖母というか、マドンナというか、聖母になってみたい最後は自分のね、ある意味それもネットスラングかもしれない。あ、うん、はい、ということで最後は自分に戻りました。今日は大好きになったクリエイターさんの2個目のワールドに来ました。1個目はココアートチャンネルの方で癒しの家をもうアップロードされているのか、この後アップされるのか、ちょっとその辺わからないんですけれども、すぐにわかると思います。古き良きアメリカにあるような草原の中にある子供部屋とか、私の部屋とか、勝手に私って言ってるんですけど、すごいいい家が、それが出てきたらこの作者さんと同じだなっていうふうに思っていただけたらいいと思います。今日は公開されたばかりの新しい公式のアバターを着たケンさんと、いつもの猫の大広さんと一緒にアメリカの古き良きお船に
あのトム・ソーヤの冒険出てきそうな船にのんびり乗って橋を越えて、あのデゴイチみたいな汽車にも出会いました。パソコンオンリーワールドだったっけ、ここパソコンオンリーだよね。あ、そうですね、はい、はい、パソコンオンリーワールドにはなりますけれども、ぜひぜひお越しください。ありがとうございました。それではケンさんのエンディングダンスは、今日はフルトラちょっと調子悪いからあまり動けない感じですか、ケンさんは。フルトラの感じのいつものダンスは、じゃあケンさんの代わりに私が踊っておきたいと思います。この感じでいかがでしょうか。ミュートだった。ミュートにちょっとちょっとエンディングでケンさんミュートにしてる。エンディングで急に喋らないと思ったら、トラッカー電池切れです。トラッカー電池切れなので、じゃあ皆さん上半身だけで激しく動きがないという風にね、ちょっとクレームも届くので、あの動いて終わりたいと思います。どんなクレームなの。わかんないの、多いの。なんかオープニングとエンディングあまりあの動きがないって言って、ありがとうございました。動き、それではまた。これクラスターでスマホの人の手の動き。あ、すごい。あ、そうなんですか。あ、すごい、うまい、うまい。また終わりかけて面白いことするこの人。クラスターで、え、スマホのなんかこうなってるよね、確かに。どうだったっけ。そう、スマホの人。いて、指打った。あー、いて。いや、何かわけわからない感じですけども、クラスターやってる方は共感していただけたと思います。終わりそうで終わらないこの感じ、いかがでしょうか。ありがとうございました。よかったら皆さんもグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。